要は完熟にしてるんですね、訓練に。あ、要するにここにアプローチする訓練でしょ。おそらくこれ新しいパイロットとか、あるいはこれから任務につけるパイロット、はい、タッチアンドゴーだと思います。飛んでる時に例えば、渋谷、新宿、東京タワーというのは地上から見てるよりはるかに近く見えます。で、その位置関係がどうなっている時に自分がどこにいるんだということを理解する、まあ、そういったことも含めて、初めて来た人間というのが、そういった感じの訓練を受けていると。数回繰り返しているのを見ると感受訓練を受けているパイロットの飛び方に何か教官から指導があって、繰り返し飛んで正しい飛び方を教えているのか。危険ですよね。地上の人たちも危険だし、上空を飛んでる人たちも危険だと思いますよ。やっぱり訓練と称してもう何でもありという感じにしか思えない。いつ何時何がどんなことが起きるか分かんないわけでしょ。もうエンジンがストップしたり、クルーの健康状態が変化したりするっていうのがあるわけですから、もう大惨事になる可能性がありますよね。